ということで沼津港に来たけど、やっぱ海沿いだから風が、風がすごい、雨も本格的に降っていたし、よければメロンコース、こちらも3時間までに冷蔵大丈夫ですか。これが新深海プリン、新深海プリンです。もう中何が入ってるのって感じなんだけど、ね、深い深い、すごいね色がじゃあこれを食べます。いただきます。これは何？プリンとなんかゼリーみたいなやつが混じってるのか。おいしいな。食後にはぴったりかもしれない。ぴったりかもしれない。やべ、ハンバーグ。じゃあ最後に沼津港の景色でも押さえていきますか。この辺はね、あったかいですよ、非常に。いや、風はきついけどね、割と暖かいかな。そんなに冷たい風じゃないです。生ぬるい感じの。やっぱ静岡県は温暖ですね。あのね、今帰り道ですけど、霧がすごいですね。やばいです。あのね、前が見えない。前がこんな感じで、これだとまだ見えてるけど、すごい。の方がひどかった。よかった。霧がすごいですね。俺ね、最初窓が曇ってるのかと思ってエアコン入れたのに。全然晴れないから、なんでかと思ったら、単純に窓じゃなくて、霧が濃すぎる。やばいですよ。いや、そう。天気が悪いからね。ね、悪い。まあ、雨土砂降りだし、まあ、ちょっとここ標高が高いから山ぐんぐん登ってるんで、箱根の方へ。ほんと見えないですよ、これ。見えないよ。やばいよ。全然見えてない。わかるかな。結構ね、カメラで撮るとね、もやってるけど。あんまりね。実際はね、これ本当にね。本当に。何にも見えない。やばい。先が見えない。見えなさすぎる。S 字カーブです。いや、こんな。やめてくれよ。うわ、この切れでこんな。こんな切りは久々だな。だからこれを抜けると足の子のところです。標識は全然見えない。神奈川県に入りました。お、神奈川県。およそ300メートル先、斜め左方向です。全然見えないよ、ね、まだね、後ろの車がテールランプとかで見えるからいいけど、先頭車両だったら、全くね、どっちに曲がってるかもわからない。あ、多少ちょっと、まあ、抜けたかな、多少。S 字カーブです。雨強くなったし。ちょっと霧はね、晴れてきた。晴れてきたね。やっぱさっきのあの登ってたところだな、山。だいぶ。うん、なってきた。まあ、だんだんこれ標高下がってきたから、霧は大丈夫。霧は大丈夫だけど、雨がまたちょっと強くなってきたから。やだな、雨。怖い。嫌なんですよ、車。エビナーサービスエリアまで帰ってきましたね。もうすぐ7時か。うん、もうすぐ7時だね。8時には着くかな。都内はね、もうあっという間に行けるんで、渋滞、でも今日渋滞してるから。まあ8時半 ?8 時半ぐらいで着けるかな。で、この安定のね、スタバと、うん、スタバ。ヘビなサービスエリア名物のカルビおにぎりでしたっけ、うん、ちょっとカルビおにぎりが有名ですみたいな。全然知らなかったけど、なんか有名らしい、ね、海老名のサービスエリア。めっちゃ中身がぎっしり詰まってる、うん、お米が。おいしい。おいしいね。よし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 、新宿に到着いたしました。帰ってきたぞ。それじゃあ帰りましょう。帰ろう。じゃあこれで利用終了します。
ETC カード、財布、ヘッドライト、ルームライト、窓の閉め方は大丈夫だね。 OK かな。 OK だね。よし、完了です。